皆さんこんにちは。セロリなどの代表曲で知られるシンガーソングライターの山崎まさよしさん。力強さと優しさを兼ね備え、多くのファンがいます。しかしそんな山崎さんは最近ドタキャンが相次いでいるようです。山崎さんがライブをドタキャンし続けるのにはある病気を抱えているからだとも噂されているようです。今回は山崎さんがドタキャンし続ける真相について調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。山崎さんは今年の10月21日に行われたライブで、今日は歌いたくないなどと取り留めのないトークを展開したと SNS で拡散され、大きな物議を醸していたこともありました。この水戸市民会館で行われた公演について、 SNS では会場に足を運んだファンが、山崎が今日はあまり歌いたくないと言った、中身のない話が続いたなどの不満含みの投稿があふれていました。ライブの途中で帰るファンもいたといいます。払い戻ししろと怒るファンと山崎さんが口論になったとの書き込みまで。普段はライブで20曲以上歌う山崎さんでしたが、この日はたった8曲しか歌わなかったのだといいます。しかしこのライブで山崎さんは1曲歌うたびに15分くらい MC を挟む、すぐ話題が変える、今日はお客さんと話がしたいと繰り返す、歌ってコールに歌うのってしんどいんですよと返事、気に入らないならチケット代返金しますよと発言。山崎さんのファンは誰もが山崎まさよしさんが平常運転ではないと思ったようで、うつ病が噂されるようになりました。また8曲しか歌わなかったこのライブで何組かは帰り、返金を求めたファンもいたそうですが、この参加者が一番悲しかったのは、山崎さんが「なんでそんな歌聞きたいの？俺そんな上手くないよ。俺のチケットなんぼすんの？7600円。たっか。そんなすんの？そんなん買わんでいいよ。買うな」といった発言をしたことだといいます。山崎さんは最近支離滅裂な言動が目立っていました。そんな中、10月9日から始まった弾き語りライブツアー、山崎まさよしワンナイトスタンドツアー2023の12月10日に開催予定だったライブについて、山崎さんの公式ホームページのアナウンスで、本日12月10日の公演は山崎まさよし本人の急性咽頭炎発症に伴い急遽公演延期とさせていただきました。公演を楽しみにしていただいていたお客様にはご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんと謝罪。振り替え公演を来年3月30日に同会場で行うことも伝え、公演チケットはそのままお手元に大切に保管いただきますようお願い申し上げます。なお該当振り替え公演費にご来場がかなわない皆様におきましては、チケット代の払い戻し対応をさせていただきますと公演が中止しています。中止の理由については急性咽頭炎発症としていますが、この公演中止にはある裏があると言われています。それが山崎さんの統合失調症やうつ病によるものです。山崎さんが実際に統合失調症やうつ病であると公表されているわけではないのですが、アーティストはこれになりやすいと言われており、ドタキャンが相次ぐ山崎さんの症状に近いのがロックバンド安全地帯のボーカル玉置浩二さんが挙げられます。圧倒的な歌唱力の持ち主であり、今や音楽界を代表するボーカリストであります。山下達郎さんやミスターチルドレンの桜井和寿さん、小袋の黒田俊介さんら名だたるアーティストが口を揃えて日本で一番歌がうまい歌手というほどです。そんな玉置浩二さんですが、自身で統合失調症を患っていることを告白しています。音楽以外でも目立ってしまうことが多く、ライブをドタキャンしたり観客と喧嘩したりで、ファンや関係者からも薬物をしているのではないか、病気なのではという噂が立っていましたが、実は統合失調症だったというわけです。同じく山崎さんも薬物疑惑が出たりと似ている部分があるのです。またアーティスト音楽系専門学校で新人開発を担当し、産業カウンセラーの資格を持ち、アーティストたちのメンタルヘルスに関して詳しい
手嶋雅彦さんがアーティストとメンタルへの影響についてこのように語っています。生きているとアーティストであろうが誰であろうが、間違いなくメンタルに影響を受ける人はいるはずなんです。それって確実に予測できる未来だけど、そこを放置してこうすると売れると言ってくる人がバンバン寄ってくるわけですよ。確かにそれも大事だけど、まずはメンタルへの影響に向けた対応策を考えた上で、どうやって売れるのかを考えないと、世の中が変わることで間違いなくメンタルには影響を与えると話し、なぜアーティストは壊れやすいのかという議題については、アーティストになる人ってもともと鈍感だったり敏感だったりする人が多いんですよね。鈍感な場合、例えば痛覚が鈍い人なら、体が悲鳴を上げていても気づかずに無茶をしてしまうかもしれません。あるいは敏感すぎるからメンタルがやられてしまう、そういった特徴があると思います。あとは音楽業界ってちょっと特殊な環境であるがゆえに、精神論がずっと残っていると思うんですよ。ミュージシャンは悩んでなんぼ、苦しんでなんぼみたいな根拠のない精神論が、リスナーの方もそれをストーリーとして安易に消費してしまう感じもあるから、変に煽っちゃう感じがあると思って。でもアーティストである前に一人の人間だから、やっぱり壊れちゃダメなんですよ。最近はトップアーティストたちももう壊れたくないって発言をし始めているし、今は過渡期にあるんじゃないかなとは思っていますと、アーティスト特有の問題もあると話しています。音楽業界の労働条件に関して手嶋さんは、苦しみって相対的なものだから、それがない人間なんていないじゃないですか。どこかで飢えて苦しんでいる発展途上国の子供と比べれば、先進国のミュージシャンの悩みなんて何の苦労もしてないって話になってしまうので、つまり生きていればみんな同じくらい苦しいと思うんですよ。だから今以上苦しみを自分から取りに行く必要は全然ないし、周りがことさらに苦悩させる必要もないと思うんです。また働き方改革なんて音楽業界では無理っすよってすごい言われるんです。確かに現実的に難しいかもしれない。だけど本当はもう少しどうにかなるといいなぁと思っているのなら、考えようよって思うんです。どうしてもこの日までに仕上げなきゃいけない、創作意欲が湧いてくるから今は止めないでほしいみたいな特例はありますよ。だけどそれとは別に、やっぱりむちゃくちゃに働いたら壊れてしまうじゃないですか。だから今すぐにはできないかもしれないし、事情もあるだろうけど、いい方法をみんなで考えていかないといけない。どうせ無理だから考えるのやめたっていうのが一番ダメだと思う。しかしだからといって考えることをやめてしまう、それってクリエイティブから一番離れる行為になるんですよ。今はこうしたらいいって答えはないけれど、考えていけばいろんなことを乗り越えていけると思うんですよね。それこそほんの70年前には、黒人差別は当然だという考えがあったわけじゃないですか。でもその問題は未だに解決はしていないけど、その時からは前進はしていますよね。だからやっぱり変わらないと思ったら変わっていかないんでしょうね。と、クリエイティブなコンテンツを作る人って常識や現実を知れば知るほど不思議といいものを作れなくなってくるというジレンマもあると語っているのです。さて、現在の精神状態が心配され、覇気のなさなども指摘されており、また山崎さんの講演延期した記事のコメント欄には、看護師からこんな意見も。最近の山崎さんの一連を見てふと、亡くなった祖父が初期の認知症だった頃を思い出しました。なんとなく似ている、50代なら十分ありうるよね。また今までは問題行動がなかった人が急に変な発言をしたり、病気の症状が出ているのに病院に行かずに、そして結局は仕事に穴を開けるのは、実はうつ病の初期症状に似てるなと思っていたのですが、なるほど、認知症の初期症状にも当てはまるのですか。この年代でうつ病や統合失調症と診断を受けて徐々に認知症に移行していく人は、実際最初から認知症だったのか混ざっていたのかは不明だけど、本当にこういうこと、小さな違和感や問題から始まる。このコメントからも山崎さんが精神的な病気を患っている可能性が極めて高いように思えます。
うつ病が原因で62歳で自殺したミュージシャンの加藤和彦さんのように最悪の事態とならないといいのですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。